最後の対決、ザ・ハンク対ザ・ロード・ウォリアーズ戦であります。最後のカード、悪魔地夢のカードです。まずはドリーとテリー、ザ・ファンクスの入場。ドリー・ファンク君やテリー・ファンク、元世界チャンピオン兄弟チーム、実力もそして人気も未だ衰えず、日本のプロレスファンに本当のプロレスの面白さ、そして忍耐勇気という言葉をプロレスで表現してくれた男たちであります。さあやってまいります。兄弟タッグだけにタッグワークはもちろん抜群、安定性という面におきましても信頼度ナンバーワンのタッグチーム、いよいよ日本で暴走軍団のストッパーとして来日を果たしました。ドリーファンクジュニア、テリーファンク組、ザ・ファンクス堂々の入場。試合に先立ちまして、まずザ・ファンクスに日本テレビ、そして番組のスポンサーから先に豪華な花束が贈られましたが、さあ館内にザ・ロード・ウォーリアーズの入場曲が鳴り響きます。後楽園ホールが音を立てて揺れ動く激震、ザ・ロード・ウォーリアーズの入場だ。どこから現れますか、館内超満員後楽園ホール、アニマル、フォーク、そしてポール・エラリング、超怪力暴走ファイターの勢いというのは未だ全米マット界を席巻しています。さあやってきた、ド迫力のペインティング、そしておっと、さあリング上、アニマルはドリーファンクジュニアを狙っている、そしてフォークはテリーを狙っているが、ザ・ファンクスまず場外に出ました。ポール・エラリングもリングの中でやります。さあ勝負が始まりました。WWF 地区、ニューヨーク地区から日本に乗り込んでまいりましたテリーとフォーク、今勝負が始まった。6時15分の日本勝負、夢のタッグマッチ、もう山田さん最初から荒れ模様ですね。そうですね、やっぱりね、もう一気火星に攻めるというのが彼らの戦法ですからね、はい、そうですね。さあ馬場さん、はい、場外ご覧ください、アニマルがボディリフト、テリーファンクを捕まえてリングの中に持ってきた。そして待ち受けておりますのはフォークだ。さあフォークがロープに飛ばして、さあフライングショルダーアタックを見せました。さあ放送時間の方は後楽園ホールからあと2分でお別れですけれども、果たして最後までこの勝負ご覧いただけるでありましょうか。最後まで実況をお伝えしてまいりたいと思いますが、テリーファンク逆さずりにされました。馬場さん、相変わらずロードウォーリアーズのこのすごいファイトというものは見応えありますね。そうですね、まあ、力もありますしね、はい、スピードもありますしね、まあ、このファンクスもね、まあ、非常に頭がいいですからね、そのやられながらにしても考えてやってますからね、はい、面白いと思いますよ。この、テリーファンクから兄ドリーファンクジュニアにつながれました。相手はアニマルであります。山さん、まさにタッグマッチの新旧の対決というところになりましたね。そうですね、まあ、超ベテランチームがファンクス、はい、それは全く新しい波、もう現在最も脂乗ってるチームですね、はい、この対決ですね。ザ・ファンクスも反逆の体勢であります。テリーファンクは飛び込んできてフォークを捉えます。さあ放送時間の方はあと1分を切りましたけれども、さあ最後まで勝負をお伝えすることができるでありましょうか。2位リフトを突き上げるフォークです。さあ今度はドリーファンクジュニア逆襲、バックドロップを打ちます。バックドロップを打ってテリーにタッチ。さあテリーがどういうラッファイトを見せるか、ニューヨークでは相当暴れっぷりがいいと聞いてますがね、山田さん。そうですね、まだね、今日はあの一応ね、最初こそあの荒れましたけれども、ファンクスが非常にうまくディフェンディングしてますね、はい、さあ放送の方はあと30秒でございますが、試合はまだまだ分かりません、まあ、いずれ、このチャンピオンカーニバル総集編もお送りいたしますので、いずれこの時間でこの試合の内容は再びお送りすることを約束いたしますが、さあピンボールだ、おっとアニマルがピンボールでありますが、まだ勝負がつきません。残念ですけれども、この辺で東京水道橋後楽園ホールからお別れしたいと思います。解説は馬場さんと山田さんでございました。さようなら。どうも。さあ勝負が続きます。ザ・ファンクスとザ・ロード・ウォーリアーズの一戦、まだまだ勝負が続いておりますが、さあスリーパーに行きます。スリーパーに行きますのがテリー・ファンクだ。テリー・ファンクがスリーパーボールドでアニマルを捉えました。何しろ暴走型のザ・ロード・ウォーリアーズ、ザ・ロード・ウォーリアーズでありますけれども、この激しい動きをテリーとドリーのいぶし銀のようなテクニックで止められるかどうか。さあ今度はマネージャーのポール・エラリングを捉えたテリー・ファンク、ものすごい暴れっぷり。山田さん、前回の来日よりもテリーの暴れっぷりがすごいですね。そうですね、それとね、やっぱり見事にね、はい、あの彼らの暴走ファイトをね、一瞬止めましたよね。あっと、しかし
っと油断があったんでしょうか。そうですね、アニマルに固められました。さあこれは完全にカウント3が入ってますけれども、おっとまだ勝負は続けられます。ノーカウントですね。ノーカウントです。ノーカウントであります。さあ城樋口レフェリー、試合を続行しております。さあテリーファンクがアニマルを目標にしているザ・ファンクスのすごい暴れっぷりをご覧いただいておりますが、これで完全に相手の動きを止めるか。さあ放送席に、テリーファンクとアニマル、いや放送席にはジャイアント馬場選手がいますけれども、馬場選手に思い切ってアニマルを突き上げました。さあ場外乱戦、誰一人リングの中にありません。ザ・ロード・ウォーリアーとザ・ファンクスの対決、今度は椅子を持ってアニマルがテリーファンクに目がけます。テリーファンク目がけまして、テリーファンクも椅子を持って同点。さあ椅子の対決になりました。放送席サイド、さあその後ろにドリーバンクジュニアが飛んできた。ドリーバンクジュニアが飛んできましたが、その後ろからフォークだ。大変な勝負になってしまいました。ザ・ファンクス対ザ・ロード・ウォーリアーズの対決、後楽園ホール、今盛んにゴングが打ち鳴らされておりますけれども、全く収拾がつきません。さあ勝負の流れはどうか。もう4選手が場外で凄まじい暴れっぷりであります。今判定が告げられておりますが、さあ動きはどうでしょうか。まあそれにしても山田さん、まさにこの暴走ファイターというザ・ロード・ウォーリアーズですけれども、ザ・ファンクスも結果的にはペースに引きずり込まれましたね。そうですね、まあさすがにね、自分たちのね暴走ファイターという名前通りの、はい、ものすごい場外戦を展開しましたね。本当でしたね。馬場さん、最後に締めくくっていただきたいと思いますけれども、このザ・ロード・ウォーリアーズは本当に止められませんね。ちょっとね、ザ・ファンクスといえどもロード・ウォーリアーズを止められることができませんでしたね。そうですね、まあちょっと時間が短すぎましたね。そうでしたね。でもね、これでね、これでテリーを熱くさせてね、やらせたらもっと面白いと思うんですよね。テリーが熱くなるとね、非常に興奮するとね、あれもまた暴れますからね。日本での初対決、ザ・ファンクス対ザ・ロード・ウォーリアーズの一戦は3分11秒、両軍イングアウトという結果にかかっておりますけれども、山田さん、このカードはもうぜひもう一度見たいですね。そうですね、もうこの、ね、対決はね、はい、テリーが、ね、止まって組んでおらないでしょう。そうでしょうね、テリーも前線検討、しかし、やはり試合のペースを